皆様こんばんは、 DJ あさぴこと朝香智子です。今晩この後6月15日の25時からあさぴのピアノプラネタリウム第11回の放送があります。今回のゲストは私とは講師ともに仲良くさせていただいておりますタクベルピアニストの伊藤しおりさんをお招きしております。彼女とはあさぴとしーちゃんの〇〇セッションショーというタイトルで2大ピアノイベントを毎年1回開催しておりまして、お互いコンポーザーピアニストとしてそれぞれのオリジナル楽曲を心ゆくまで一緒にセッションしたりしております。彼女の代名詞タクベルピアニストですが、なぜタクベルを使い出したのか、その代名詞の誕生秘話などもラジオ内で明らかになるかも。ぜひお楽しみに。さてラジオ放送後週末にアップされる伊藤しおりさんとのコラボは、お互いが得意分野としている音楽とお絵描きをどうにかコラボ動画にできないかと模索した末の超チャレンジ動画になっております。ちょっと先出しいたしますのでどうぞご覧ください。今回ラジオの連動企画何しようかなって思った時に、はい、ラジオだと何か目に見えるものってあんまりうまく伝えられないなと思って、うん、動画だったらできるかなと。そうですね。でしーちゃんも私も割と自分で絵を描きがちなんで、うん、じゃあおのおのがなんか今パッと絵を描いてその絵を元に曲作ろうみたいなのどうかなと思って、しかも自分が描いた絵に自分が曲つけるんじゃなくて、うん、相手が描いた絵に曲をつけるっていう、だからもう何が来るのかわからないみたいな、そうそうそう、面白いんじゃないかなと思ってやってみたいと思います。はい、描けるかな。そんな、さあこの後は今週末までのお楽しみ、まずはこの後のラジオ番組をぜひお聞きください。それでは皆様、深夜25時にお会いいたしましょう。バイバイ。